突撃インタビュー。ありがとうございます。今日は、富野さんに突撃インタビュー、はい、今日はよろしくお願いします。早速なんですけども、はい、自己紹介をこちらの画面に向かってお願いします、はい、あの会員の富野和則と申します。職業というのは高松市議会議員をしておりまして、業種的にはいわゆる何ですかね、その他サービス業に当たるのかなと思っております。趣味ですかね。あ、いきなり止まんでいいですよ。あの市議会議員さんって僕、はい、あのね、どんな仕事してるのかっていうのをちょっと聞いてみたかったんですよ。はい、そのあたり今何期になってどんな感じなんですかね。今2期で8年目なんですけど、はい、まあ、いろんなことをしています。まあ、市民の方からいろんなお声をお聞きした上で、はい、それを行政につなぐ役目もいたしますし、はい、理解で質問もいたしますし、はい、その他自分の、まあ、組織強化のために講演会活動もしております。はい、まあ、幅広くやっています。ちょうどね、たまたま富野さんうち の地域 の, あの、まあ、代表ということで、あ、はい、ね、あの出馬させていただいたんですけども、あのいつも街頭でなんか朝いつもされてますよね。そうですね、月曜から金曜まで街頭を立って、はい、ご挨拶をしていますけれども、もともと僕は苦手なんですよ、人前立つのが。ですから弱い自分を鍛えようと思ってやったのがきっかけなんです。あれ、道路の誰もいないところで喋り出したんですか。じゃあ、そうです、はい、何年前くらいから喋り出したんですか。最初は今から、12年前です。12年前です。で、まだ議員になってない時から、ずっと立ち、いや、まあ、一時中断もあったんですけど、はいはい、最初は12年前にし始めまして、はい、で、まあ、最低でもここ、9年近くは継続はしてます。すごい。はい、あれどんな感じなんですか、ずっとね、何もこう、うん、道路のところで喋るというのはかなり根性がいると思うんですけど。根性もいりますし、はい、自分の恥ずかしさも捨てなきゃいけないし、はい、時々ですけど反応によって心が温かくなる反面、はい、心が折れたりします、はい、折れることもあるんです。あります。あれ、雨の日はやめてるんですか。雨の日もやってます。雨の日もやってるんですか。はい、はい、まあ、そういった中で、そういった市議会議員を志したというか、うん、そのきっかけっていうのは何かあったんですか。そうですね、まあ、以前は市の職員とか国会議員秘書をしてたんですけど、はい、まあ、そのまま国会議員秘書をすると自分の中で思っていたんですが、はあはあ、自分の病をきっかけに、地域貢献をしようと思いまして、はい、そこから議員になることを目指しました。もうちょっと病のことはなんか聞いていいんですかね。うん、はい、あ、どんな病だったんですか。今から、11年前の2011年に、はい、この左腕のここの骨のところに、うん、骨に腫瘍ができまして、発生されまして、うんうん、まあ、言ったら、まあ、最悪の場合だったら、はい、あの骨肉腫になるかもわかんないと言われたんですね。おお、ですからその時に、まあ、すごく告知を受けた時はびっくりしたというか、びっくりしましたよね。衝撃を受けて、はい、まあ、最悪の場合命がなくなるのかなと、うんうんうん、まあ、よく、まあまあ、ほどほどのところで腕が切られるのかなという思いもあったんですけど、はいはい、幸いに、まあ、命も救われたし、はい、腫瘍も良性であったので、はい、今こう左腕はあるんですけど、おーおー、まあ、そこからやっぱ命は当たり前ですけど無限ではなくて有限であるからということをかみしめまして、ここから、まあ、こう地域の貢献をしようと思って議員を目指しました。はい、偉いですね。すごい天気があったんですね。はあ、まあ、そういう中でね、はい、趣味なんかちょっとまた聞きたいと思うんですけれども、うん、ご趣味なんかはどんな感じなんですか。もう 無趣味っていうのが本当なんですけど、はい、まあ、趣味として挙げるとしたら山登り、はい、で小さい頃こっから国旗が好きで国旗マニア、あ、よくフェイスブックで見ます。そうそう、はい、あとちょっと笑われるかもわかりませんけど、あのダミンオブサボのことです。ダミンって何ですか。ですね、特に予定のない土日とか、はい、
あの午前中ですね、はい、ダラダラと寝ることです。あ、そういうのだ。それをダミンと言うダミングサボテン。ワインも好きなんじゃないですか。ワインも、ワイン、そう、ワインとか、うん、ビールとか、はい、テキーラとか、なんかね、好きですね。はい、ああ、ありがとうございます。はい、それでね、リンリーの出会い、何年くらい前に入られたんですかね。そうですね、今から、7年半前に、はい、入会させていただきましたけれども、うんうん、はい、はい。そのきっかけっていうのは何かあったんですか。きっかけは、私自身の、中学校の同級生でもあった小川さんの、はい、小川淳也さんのご紹介で入会することになりました。あ、小川さんこの会にね、うん、入られてますもんね、はいはい、あ、小川さんのご紹介で入られて、はいはいはい、入ってどうだったですか。いや、最初びっくりしました。これなんか何の団体やと思って。あ、歌も歌うしね、声も大きいしね、びっくりしました。まあ、そういった中でこう続けて7年半続けてこられたと思うんですけどね、はい、その中で何かこう学んだこととか、うん、あ、こう良かったこと、感動したこととか、うん、なんかそのあたりをお話しいただきたいんですけども。です、まあ、良かったことはいろんな方と知り合えたことですかね、うん、やっぱそこがやっぱりいろんな人との知り合ったこととか、人との絆ができたりこととかが一番良かったと思いますけど、はい、学んだこととしては、まあ、当たり前なんですけど、どんな人にも、まあ、悩みとかつまずき、苦悩があって、でも希望を持って前を向いていけば、はい、なんだか前途が開けるということを学ばせていただいたなと思ってます、はい。まあ、いろんなね、コアがありますので、うん、その方の体験談を聞きますと、うん、まあ、苦難複問ということで、うん、苦難があってそこを切り開いた話、うん、たくさん聞きますもんね。はい、だから希望を持って生きることの大切さっていうか、はい、を、まあ、学ばせていただいたのかなと思ってます。まあ、今のね、富田さんの話でもすごい話だったんでね、うん、そういうことですね、はい。まあ、そんな中で、まあ、将来の夢というのがまだまだね、うん、特にまあ議員さんだったと思うんですけども、どんな感じですかね。そうですね、あんまり僕欲がなくて、はい、欲なくて夢っていう 夢はないんですけど、はい、ちょっとした夢、ちょっと批判を受けるかも分かりませんけど、はい、私自身子2人いるんですけど、はい、子供には迷惑かけないうちに、はい、この後おさらばしたいというのが一つの夢で、もう一つ、おじいさんみたいじゃないですか。もう一つが何て言うんですかね、まあ、立場上、はい、それぞれの人の努力が報われる社会を、はい、この地域社会から取り戻していきたいというのが私の夢なんです、はい。ああ、うん、確かにね、やっぱり努力した、うん、報われる社会にしたいですよね、うん、はいはいはい、まだまだね、なかなかね、うん、うん、あ、やっぱりこの何年間こうずっと議員さんされとったら、うん、いろんなケース見られると思うんですけれども、はいはいはい、香川県ってどんなような県なんですか。まあ、標準的な、はい、そんな面で標準的なんですけど、はい、ただですかね、もうちょっと皆さん、他人にも関心を持っていただきたいなと思ってます、はい、自分のことでだけでなくて、はい、他人の、まあ、いろんな他人の苦しい立場にある方についても、はい、まあ、自分事として考えていただけたら、はい、もっと香川県良くなっていくのかなと思ってますね、うんうん。あ、そうですね、やっぱりこの倫理法人会で学んで、コミュニティとしてこう助け合っていっている心を我々も学んでおるんですけれども、うん、そういったものがどんどん広げていった方がいいですね。そうですね、と思ってますね、はい、分かりました。それでね、あと、最後になるんですけれども、うん、まだまだ倫理法人会どんなかなって言って知ってるんだけども来てないとか、うん、逆にちょっと興味あるんだけどもっていう方いらっしゃると思うんですけども、うん、はいはい、その方に向かってちょっとメッセージをお願いします、はいはい。私自身もあんまり7年半入会して時間経ちますけど、あんまり出席できてないのが正直なところなんですけれども、ただこの、まあ、入会したことでいろんな職種の方にも知り合いましたし、さらにこのモーニングセミナーで人生における、まあ、気づきとか新たなヒントとか得ることができて、人生の指針になっていくのかなと思ってますので、はい、入会されていない方もぜひともご検討いただけたらと思います。はい、はい、
まあね、ずっとね、小川さんから紹介を受けて、うん、そこからまあずっと続けられてっていうのはやっぱりそれなりの魅力があると思うんですけれども、うんですね、はい、やっぱり人の出会いすごいですよね。そうですね。なかなか普通であったら知り合えない方々と知り合いますし、もうありがたいです、ね。そうですね、うん。もう年齢がこんなに違ってもね、ね、出会いますし、はいはい、僕近所ですけど、やっぱり倫理法人会で出会いましたもんね。うん、そうですね。はい。はい、ですね、まあ、そんなことでね、うん、今日は本当にどうもありがとうございました。すいません、ありがとうございます。そしたら、お席滞在させて、していただきまして、武田さん。ありがとうございます。武田さんお願いします。はい、はい、来週のモーニングセミナーですね。はい、よろしくお願いします。はい、皆様おはようございます。はい、来月になりますけどですね、12月1日木曜日朝6時からですね、田村神社会館にてですね、なんと、三井住友海上株式会社スポーツ振興担当のパラアスリートやり投げでございますね。やり投げの種目の田中司様よりですね、挑戦から学ぶこと、ぜひご来場を。はい、皆さん、それじゃあ、武田さんもはい、はい、富田さんも来ました。はい、それでは来週も来てくれるかな。いいと思う。それじゃあさようなら。